どうも、いこいです。今回はハロプロ25年の歴史の中で、メンバーカラーが紫系統のメンバーを全員紹介したいと思います。まずは現役メンバーから、石山さくらちゃん。今年、ジュースジュースに加入し、エースカラーを継承。今一番新しい紫担当です。田代すみれちゃん。圧倒的なビジュアルから放たれるハロプロ歌唱。まさに新世代、今最注目のメンバーです。西崎美久ちゃん、先日は一日署長にも就任。お茶の間の主要パートを任される、岡山が生んだスターです。入江梨沙ちゃん、新曲の MV ではメインに大抜擢。優しい笑顔と真の強さを兼ね備えた大輪です。笠井由美ちゃん、唯一無二の歌声にチアで鍛えたダンス。みんなから愛される、山梨が生んだ次世代の希望です。島倉梨花ちゃん、恐竜大好き、昭和歌謡も大好き、趣味を生かしたソロ活動も多数、ビヨンズの少年系お嬢様です。平井美代ちゃん、力強く美しいダンスはもちろん、演技も歌声もハイクオリティ、美を支える表現の鬼です。河村彩乃ちゃん、圧倒的なスタイル、キラキラ眩しいパフォーマンス、アンジュルムの頼れるサブリーダーです。谷本亜美ちゃん、美しすぎるビジュアル、メンバーをでっかく包み込む椿の女神です。野中美希ちゃん、多彩な才能に、メンバーへの心配りも忘れない、娘の中間管理職、まだまだ成長が止まりません。小田さくらちゃん、今年、娘加入祝10周年、説明不要の歌姫ですね。そしてもともと、紫担当だったのがこの二人。エリポンは2012年に憧れの先輩、ガキさんの衣装を継いで黄緑に変更。レイレイはジュースに移籍後、拳カラーのホワイトに変更されました。ここからは OG です。ハロプロ初の紫メンバーは、矢口まりさんと吉沢ひとみさん。メンバーカラーが定義された2004年に決定。2名ともパフォーマンスの土台を固めたレジェンドですね。その後、2006年には三井愛花ちゃんが加入。初のラベンダー担当になりました。ベリーズ工房は夏焼きみやびちゃん。キュートは萩原舞ちゃん。マイマイは現在黄色のイメージが強いですが、初期は好きな色、パープルを担当していました。スマイレージはマロ先生が初代パープル。ジュースジュースはカリンちゃんがブドウ色、イチゴ大好きな二人ですが、メンバーカラーは紫系統になりました。特に研修生時代、コピンクを担当していたチャンさんについては、なぜ紫なのかとオタクから疑問の声も、同時にこの頃から紫イコール職人や仕事人といった印象が強くなっていきます。アンジュルムに改名後は田村めいめいが紫を継承、カントリーのヤナミンもパープル担当でした。最後に、幻の紫メンバーといえばこの人、中澤優子さん。娘在籍時は面からの定義がありませんでしたが、卒業後、パープルが彼女のイメージカラーに、かなり似合っていますね。以上23名。紫の歴史を改めて見てみると、パフォーマンスを支えるいぶし銀のメンバーや、歌唱力や演技力、ビジュアルなどに一芸を持った、唯一無二のメンバーが多いなと感じました。皆さんの好きなメンバーカラーがパープルのハロメンのエピソードについても、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。また以前、別カラーのまとめ動画も投稿していますので、よければご覧になっていただけると嬉しいです。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。